僕ね、仕事辞めたすぎて、なんかニートになる怖さよりも仕事辞めたいが大きかった、当時はね。ちょっと何か特別なことを言わ。でも確かにね、怖くはあったな。不安ではあった。え、呼吸音聞こえるんだけど。ねえ、これが呼吸音ですよ皆さん。え、これいいじゃん。これさ、信用ないよ。今回持ってきたアドオンがあれなんですよ。ゾンビを触手でやると、ゾンビを触手でやると短中火になるっていうアドオンを持ってきてるから。え、じゃあお楽しみ消えた。あ、ちょっと待って、ちょっと、あ、昔とは勝手が違うんだ。ちょっと待って、やべえ。あ、待って、忘れてた。あ、待って、そっか、今ってさ、え、ちょっとそうじゃん、触手で殴るだけで遠く減るんやん。忘れとったよ。おい、うわ、忘れとった、マジで。二等君無駄にした。やっちゃった。それ完璧よ。それ完璧よ。え、そっちから回ったら板なくない？えいだこぶしですね。ゾンビを触手でこう殴ることによって能力を貯めつつ、いたわりだけ早いでかい拳おじさんが誕生する。お前邪魔やな。それが拳っす。ネメシスのね、いたわり早いからな、マジで。うわ、君邪魔やな。いやちょっとお楽しみお楽しみ殴れねえお楽しみ4トークンプラス残虐な行為プラスゾンビまあこういう時はね、普通にやればいいんで。これがね、結構いいんすよね。で、これでペチンってやることによって短中火にします。マジね、短中火にして、あ、もうどこいるかわかんない、どこいるかわかんない、でもあっちエイダだから意味ないってなって、短中火のままこっち行くんすよ。するとこれ短中火、来た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 、ドーン。普通に強いな探知化アドオンが。普通に強いな。で、これね、あのとどめの一撃トークン2トークン溜まってるんで、ピュン、で板倒されても平気。これね、レベルが上がってさえいれば板壊しが早くなると、うん、でゾンビがたまに邪魔してくれて、とどめの一撃だ。帰ろう。帰ろう。で、これ短中火で忍び寄って、短中火で忍び寄って、
あ、そうするんだったらここでとどめの時期がブーンドーンって入って、落とし力とぶらつくダメージ動いて足が速くなってすぐに追いつくようになって、で、とどめの時期に毒が溜まってるからこのあビビビードーン。よし、完璧だ。完璧。トリックスね。完璧。トリックじゃなくてトリックスよ。完璧です。やりたいことできました。で、このクソジジイを、まあ、触手で殴ると短中間15秒間得れるんで、で、この短中間中に忍び寄ってで、おぶせ殴っちゃって、あ、どうでもいいやっつって離れて、この人行ってとどめの一撃。とどめの一撃。ちょっととどめの一撃意外と伸びないな。弱体化されたこいつ。意外とよ、意外と届かないな。これいるで。で、普通に触手で殴ることもか、普通に触手でやることもかです。なんとね、でこういう時は、やめろ、やめろ、それは板作って板スタンさせようとしたでしょ。それやめろ、それは許さ、それはダメ。なんか、え、なんか全滅できました皆さん。全滅できました。意外とやれんな。意外とやれんな、マジで。これが拳っす。あ、なんか久しぶりに使ったなぁ。なんかギデオンっていうのも良かったね。このセロトニン